認めてくれない、のではなく、認めてもらう努力をしてないだけ、という言い方には、できる。当時の人々はそれを超え成功をつかんだのだ。そういうことなら頑張れば、なんともなる。昭和という時代の、一つの輝かしい一面ではある、当時は事実として。今は？果たして自分の作ったシステムは、それに合致しているか否か。販売、それは同人でも何でも今、かなり多方向でできる。売れない理由その不足はどこ？テレビゲームは面白い、を、認めてもらうことは？できる。相手が面白いと思うテレビゲームを作ればいい、それだけだ。当時の昭和天皇は、硫黄島の決戦、その徒労感をそのゲームオーバーに感じたのかも。言いたかったのはそれじゃないにしろ、結果オーライではある。テレビゲームは面白い、そのためには意味。Yeah.